アイテム番号、SCP-529JP、オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-529JP へ通じている洞門は、管理用の一箇所を除きすべてコンクリート製の障壁で封鎖します。管理用の出入り口は鋼鉄の扉で封鎖されています。洞窟内に設置された監視カメラが故障した場合は担当職員を含む複数の職員で管理用出入り口より入り、監視カメラの修理後速やかに外へ出てください。SCP-529JP への侵入が発見された場合、早急に侵入者を確保し、侵入経路を確認の上 D クラス記憶処理を行ってください。大雨や地震による土砂崩れの発生は SCP-529JP へ通じる洞門を地上へ露出させる可能性があります。担当職員は土砂崩れの発生した可能性のある地域を調査してください。説明。SCP-529JP は山口県、市付近の地下に広がっている鍾乳洞に掘られた横穴です。横穴は明らかに人工的に掘られた一辺約 1.8 メートルの立方体になっています。天井には文字らしき図形が描かれていますが、解読はできておりません。SCP-529JP が掘削された年代は鍾乳石からおよそ1200年前と推定されています。壁面の凹凸は1ミリ以内に収まっています。水による侵食、新たな鍾乳石の形成、及び気温変動による変形は確認されておらず、その原因も判明していません。19に発生した強盗事件の実行犯が、市付近で消息を絶ち、警察犬による追跡により SCP-529JP の中で多数の人骨と共に発見されたことで財団の注意を引きました。実行犯は逮捕に対しては素直に応じましたが、SCP-529JP から離れることには強く抵抗し、名の警官が重傷を負いました。また、監視機関の一人は SCP-529JP に泊まりたいと上司に申請したことが分かっています。その後、SCP-529JP の監視、発見された人骨の調査から、その特異性が判明しました。何らかの強い執着を持つ人間が SCP-529JP が存在する鍾乳洞の洞門から半径、メートル以内に入ると SCP-529JP の影響を受けるようになります。以下、SCP-529JP の影響下にある人間を SCP-529JP-1 と呼びます。SCP-529JP-1 は、自分でも説明できない理由により SCP-529JP へ近づく方向へと鍾乳洞を迷うことなく移動していきます。この時、理由を尋ねると執着しているものと関係をつけて説明します。SCP-529JP に入り40、50分程度考えにふけりますが、その後自らの腕、大腿部、腹部に周囲に落ちている鍾乳石の先端で文字を刻み込み始めます。刻まれた文字はに含まれている文字のみであることが判明しています。人骨の多くも何らかの文字が刻み込まれた形跡がありますが、魔滅により解読することはできていません。刻まれている文字は、その痕跡から SCP-529JP-1 が自らの体に刻む文字と同種であろうと推測されています。実行犯への聞き取り調査は、県警の事情聴取の一部として行われています。対象、エージェント。あの鍾乳洞に逃げようと思ったのはなぜだ？無音が15秒続く、不安、かな。エージェント。どういう意味か。追われている不安と別に、そっちに行かないと何かとんでもないことになるような不安があったんだ。エージェント、鍾乳洞の中で、どちらに進むかを決めたのも、その、不安、か？ああ、そうだ。あの時、俺は不安を感じなかった。間違った道に進むと不安になった。その時わかったんだ。金にこだわって不安な生活をしている俺は間違っていたんだってな。こんな欲は不安になるだけで、捨ててしまいたいと感じたんだ。エージェント、鍾乳洞で不安を感じない方向に歩いていったということか？これまでの俺は無駄に金ばかり欲しかった。あそこで写経していれば俺はこんな不安を抱えずに済むんだ。なあ頼むよ、あそこでなきゃダメなんだ。俺をあそこに連れて行ってくれ。もう二度とあそこから出たりしないから、それならいいだろ、エージェント、とは異なる警官の声で、否定的な返答、ああ、ダメだ、ああ、の絶叫。ガラスが割れる音。エージェント、が拘束を指示する声。
SCP-529-JP 発見時、一部の人間にのみ SCP-529-JP の影響が認められた点について、影響を受ける人間と受けない人間の違いを明らかにすべく実験が行われています。実験記録 529JP1 日付19方法 D529JP1D529JP3 を管理用に指定された洞門の入り口に立たせる。何らかの異変が観測された場合は追跡し確認する。対象 D529JP1 対象者の特徴、銀行強盗の実行犯として逮捕された。結果D529JP1 は1時間入り口で立っていましたが、何も起こりませんでした。分析、銀行強盗という条件は必須ではないらしい。対象、D529JP2、対象者の特徴、銀行強盗の主犯として逮捕された。結果、D529JP2 はそのまま昇竜道へ入り、最短経路を通って SCP-529JP に到着しました。SCP-529JP 内で正座を開始し、47分のちに、写経を始めます、と声を上げました。昇竜石の破片を拾い、腹部に突き立てたため実験を中断。D-529JP-2 を SCP-529JP から引き離す際に暴力的抵抗を示したため拘束しました。正座していた間についての調査は SCP-529JP へ連れて行くことを要求し興奮状態に陥ったため、行うことができませんでした。D-529JP-2 は治療中に脱走を繰り返しました。その後も回復しなかったため、19に収容されました。分析、D-529JP-1 との違いを明らかにする必要がある。対象、D-529JP-3、対象者の特徴、テロリスト、日本語読解能力がない。結果、D-529JP-3 はそのまま昇竜道へ入り、最短経路を通って SCP-529JP に到着しました。SCP-529JP 内に入るとくつろいだ様子で座り込んでいました。50分のち、身につけていた、を投げ捨てて、昇竜石の破片を拾い左腕に突き立てたため実験は中断されました。以後の経緯は D-529JP-2 と同様です。分析、D-529JP-3 は、削除済みの狂信的信者であり、信徒が肌身離さず持つことを義務とされている、を投げ捨ててたのは SCP-529JP の特異性と明らかに関係があるだろう。実験記録 529JP-2 日付、19、方法、対象を管理用に指定された洞門の入り口に立たせ、自発的な移動が起こらない場合は職員が昇竜道に入るように促します。SCP-529JP まで職員が同行し、移動する理由、分岐した道の一方を選んだ理由、を確認します。SCP-529JP に到達した時点で職員は SCP-529JP に決して入ることなく話を続けます。自傷行為に及ぶ前に実験を終了させます。対象、D-529JP-1、対象者の特徴、銀行強盗の実行犯として逮捕された。結果、D-529JP-1 は昇竜道に入りましたが、道の選択は概ね偶然の範囲内で正しい方向、間違った方向の双方を選択しました。SCP-529JP に入るよう促し、その後1時間経過しましたが何も起こりませんでした。分析、入り口で影響を受けない人間に対しては、連れて行っても同じらしい。対象、D-529JP-4、対象者の特徴、D-529JP-1 とは異なる銀行強盗の実行犯。結果、D-529JP-4 は自発的に昇竜道に入りました。道の選択はすべて最短経路を選びました。選択した理由は、こちら、最短経路、以外に進もうとすると嫌な感じがする。金がなくてイライラした時の感じがする。不安を感じない方を選んだ。札束がこの先にあると思う、と説明しました。SCP-529JP に入ろうとした理由は、これまでお金がないと不安で不安で仕方なかった。そんな自分を見る詰め直したい、というものでした。SCP-529JP に入って10分のち、何を考えているか質問したところ、これまで、金を目当てに色々迷惑をかけてきたので反省している、と語りました。その後の質問に対し、自分の欲望でやってしまったことにどう償えばいいのか、
と語り、周囲に落ちている石を探し始めたため実験は終了されました。P529JP、4はその後も激しい自責妄想、無価値観など大うつ病性障害と診断される精神状態が継続し、精神科医による治療が行われましたが回復する様子を見せませんでした。精神科医による診察により、金銭に対する執着への強い嫌悪感、SCP-529JP での、写経、について強迫性障害に類似した状態であると診断がなされたのを受け、192D クラス記憶処理を行ったところ回復しました。その後の追加調査で、回復後は金銭に対する執着が強い性格が目立ちましたが、それは SCP-529JP の影響を受ける前からのものであると診断されています。分析。写経が指す行為は自傷行為と推測できる。D-529JP-14 の記録から、D-529JP-1 は銀行に対する怨恨から銀行強盗を行ったという記録がある。性格は恨みを忘れない、被害者意識が強いといった点が報告されているが、何かへの執着はなかったようだ。D-529JP、2D-529JP、4は金銭への執着が強く、D-529JP、3は宗教のシンボルに強い執着を持っていたらしい。共通点はこれに違いない。ホイ1緊急対応として SCP-529JP へ通じる洞門を閉鎖する工事が行われた後、閉鎖された状態では鍾乳洞に入ろうとする影響が発現しないことが確認されました。これを受け、すべての洞門の封鎖が行われました。ホイ220白沢博士が追加調査を行いました。調査結果を添付します。この調査結果に基づき、白沢博士は SCP-529JP の再実験を申請しています。山口県、市の、寺の解体工事で発見された江戸時代中期と思われる絵物語に SCP-529JP との関連性が疑われる内容が含まれていたため調査を行った。絵物語の内容は、法師様、と呼ばれる人物が、で追いはぎが出ると聞き、鍾乳洞に宝を隠したこと、その後、噂を聞いた追いはぎが鍾乳洞に入ると、そこにはありがたい教えが書かれており、読んだ追いはぎは反省し、以後は追いはぎが出なくなったというエピソードが描かれている。教え、については墨で塗りつぶされており、現在の調査でも解読できなかった。法師様、が描かれていたと思われる箇所は7代目の住職によって焼き枯れたため現存していない。